まあ、2010年ですね、次で、こっからもう新規一点3ピースになりますと。で、出ましたロストエイジのセルフタイトル。これはアボカドレコーズから出てますね。アボカドレコーズは斉藤さんです。元ナンバーガールの、担当していました東芝 EMI の斉藤さんがやってたレーベルですね。まあ、ドライアーズダスト、チョモ、マスドレと、そういったエモ、オルタナの、まあ、音でかい系のバンドがいた、レーベルでした。で、そこで、ゴミさんというかロストエイジが出すというところですね。で、このアルバムはね、またね、超原点回帰の大名盤です、これ。これはまだね、買えるんじゃないか。多分出してるんじゃないか。これがすごいです。めまいって曲はもう完全にフガジのインスピレーションを受けた曲です。もうフガジ丸出しの曲ですね。カナリアって曲はもう大、めちゃめちゃジーザスリザードみたいな曲。で、初期エモっぽい夜につき、最後の曲だね。もうあったり、ネモジュンがやってるやつ。ラフか。ラフ。Z のネモジュンが、サックスで入った。もうめちゃめちゃジャズな、ほぼジャズな曲、ラフっていう曲があったりと。もう、なんでしょう。もう全部入ってますね、このアルバムは。ロストエイジらしさ、みたいな。変拍子あり。歌物あり、爆音でっていうところですね、このアルバムは。でね、初回版ね、DVD って言って、もう DVD にはね、ほぼとか全く一緒ですね。ちょっと曲順が違うけど、このアルバムの曲を初お披露目した、フィーバーでの無料ライブの映像が入ってます。なんで同じ曲が丸々DVD に入ってると。これ斬新ですよね。そのなんでしょう、新曲として聴いた曲がもうすぐライブ映像が見れるっていう、これは面白いですね。いや、これ本当にすごかったっすね。マジで勢い止まんねえっていうか、なんかもう本当に中野さん抜けてもうロストエイジ終わっちゃうのかなと思ってたんですけど、まだやってくれたと、まだあったと。で、この時からね、タクトさんのね、ギターがね、えげつない音を出すようになりますね。ものすごい爆音です。すごいでかい音する。で、まあ相変わらず細かいギターというか、タッピングとかね、使ったり、アルペジオ、いろんなアルペジオを使ったりする、ギターなんですけど、やっぱギター一人になっちゃったから、まあ音圧を気にした感じのアレンジというか、ギタースタイルにちょっと変わった感じの一枚ですね、これは。で、2011年に、コンテキストが出ますと。コンテキスト、これが、これ記念すべき、ロストエイジのレーベル、スロートレコーズ一発目の、ミニアルバムです。これ初めて出ましたね。で、久々に、ダブ曲が入ってます。楽園ですね。で、やっぱね、この一枚もゲストの人が多いですね。これ出す前に弾き語りを始めたんですよ、ゴミさん。なんで、その弾き語りの影響がすごい出てますね。で、これバンドというか、ロストエイジに重要な曲、ネバーランドが入ってますね。ネバーランドは、ロストエイジが、ロストエイジになる前から、あります、奈良のライブハウス、ネバーランド。高校の時ぐらいから出てたんですよ。ですね、ネバーランド、まあ、ネバーランドの社長さんは岩木さんの義理のお父さんでもありますという感じで、ものすごい縁が深いライブハウスですね。で、まあ、2011年なんで、まあ、震災がありましたね。まあ、その影響があって、まあ、言葉を失っても思い出が壊れてもっていう一節があるようにですね、やっぱりその震災の影響を受けて作られた曲という感じですね。自分たちの場所で自分たちの音を鳴らすといった曲というか、すげえ安っぽい言い方かもしれないですけど、なんか優しく包み込むような、なんかそういう雰囲気がありますね、この曲には。このそうですね、それで言うとこの曲のその優しさみたいなものが今のロストエイジにもつながっている
うん、そういった曲です。まあターニングポイントですね。すごい大事な曲になってると思います。7月14日のオーネストブッチャーズのイベントです。ここに、出ますと、ロストエイジで、まさかまさかの、辞めたギター2人がやってるバンドカードですね。カードと対バンするとロストエイジがついに大丈夫かと、吉村さんの粋な計らいというか、まあそれで初めて対バンするんですね。ここでそう、懐かしいっすね。ここ行ったらあっちさんが物販やってましたね。ビビったなあれで、後からタクトさん来て、写真撮っていいっすかっつって、あ、僕らの写真って言われて、あ、はいっつって、もう僕写んないで2人の写真を撮るっていう謎のことをやっちゃってましたね。はい、まあ、このライブがまたすごかった。めちゃくちゃ音でかいっすね。ロストエイジでかかった。もう最初カード出てきて、カードはね結構ね、そのまあインディーっぽいんですよね。だいぶ US インディーの毛がありますね。まあそんな歪んでないんでね、うん、まあ聞きやすいですよね。ポップです。でそれがあってロステージが出てくると、3ピースなのにめちゃめちゃ音がでかいと、ビビったっすね。音でかすぎたった音でかかったねと思ったら、最後にブッチャーズ出てきて、ブッチャーズが一番音でかいっていうね。もう鼓膜が1週間ぐらい本当に耳鳴り治らなくて、すっげえ音でかかった、うん、音でかかったのは覚えてるで、2012年、で、エコーズだ、これか、はい、2012年、エコーズリリースですね。エコーズ出ましたと。まあ、エコーズはね、なんだろう、エコーズはだいぶ自分たちのものになったかなという感じです。いろんなものがね、まあハードコアもあるし、ハードロックもあるし、で、エモね、ブルーとかね、ブルーとか僕の忘れた言葉たちよとか、結構エモの曲も入ってます。かと思えば、まあ、かさぶたとかね、まあダウンもそうかな、みたいな感じで、まあ、ハードロックっぽいというか、リフゴリゴリの曲も入ってます。でもね、ハードロックっぽいっちゃっぽいんだけど、ギターソロがね、すごいその、なんて言うんでしょう、ぶっ壊れたギターの音してるんですよね。やっぱブッチャーズの影響を受けてるから、ぶっ壊れてるんですよね。音がファズがブチブチ系なんですよ。グーって音がするんですよ。グーグーって音がするの、それがたまんないんですよね。はい、っていう感じです。っていうのがありながらも、渚っていう曲があります。一見地味な曲なんですが、これはね、ゴミさんの娘さんが生まれたというところで、娘さんの名前が渚なんですね。それにちなんで、ものすごい優しい曲というか、うん、お子さんをイメージして書かれた曲というか、という意味合いも含まれてます。最後の曲ね、これからなんですけど、これからもね、これまたね、重要な曲なんですよね。タクトさん、今ね、飲食店やってるんですけど、タクトさんの店の名前がね、これからっていう名前です。これなぜこれからなのかというと、この曲はね、兄弟の曲になってるんですね。これ別れの曲になってるんですけど、でもタイトルこれからってあるように、さよならじゃないけど別れの曲ですみたいな、まあ独り立ちの曲だね、まあ、そんな気がします。いやー、これね、すごいね、しみるっすね。これ、ここからあなたのもとへ、僕らは離れ離れ、離れ離れ、色褪せた少年たちのブルース、泣かないでいいよ、そう、これからさ。もうこのあたりからね、だいぶゴミさんの歌詞もね、日常で使う言葉を使うのを意識されてるというか、伝えることを考えてる歌詞がだいぶ目立ちます。このエコーズあたりかな、ちょうどこのあたりだと思うんですよね。まあ、エコーズ、コンテクスト、この3人になってから、その歌の強さというか、歌の可能性を感じ始めたのかなというか、という感じですね。はい、でですよ、このアルバムを引っ提げて、初めてフジロックに出ます。フジロック、2日目の朝10時、レッドマーキー一発目ですね。いや、これがまた最高だったっすね。
1曲目なんだっけな、まあ、ブラウンシュガーやってたか。ブラウンシュガーやってて、もうブラウンシュガー流れて泣くんすよね。ブラウンシュガーのギャ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 で泣くんすよね。マジでなんであれ泣いたのかいまいち分かってないですけど、いやついに来たかという感じでしたね。で僕のちょっと前にあのクリプトシティのボーカルのディーンさんがいて、あディーンさんいるわと思って、なんか話してて、前の人がなんか水筒持ってて、何も飲んでんのっつって言われてて、これコーヒー焼酎っつってて、うわすげえ酒強えなやっぱと思ってね。どうでもいい話、ちっちゃい話ですけど、まあ30分ぐらいのライブだったのかな。最高でしたね本当に。でまあライブ終わって、でもその次にね、まあジャパンドロイズが出るっていう並びだったと思うんですよね確か。もうジャパンドロイズも好きなんで、それ待ってて、ジャパンドロイズ見て、レッドマーキー出て、レッドマーキーの外がフードエリアになってるんで、でフードエリアうろうろしてたらゴミさんがいて、フードエリアにうわゴミさんいるよと思って周り見たら、木下力、アチさん、タクトさんと岩木さんもいたし、あとトラさんもいたかな確か、まあ、その辺、あ、ヨシキさんもいたね。その辺の、なんでしょう、あの、界隈の人がみんないて、もう固まっちゃって俺すごかったね、びっくりしちゃった。みんな、あの、ブルーシートみたいなやつで座ってご飯食べてたんですけど、ゴミさんだけ立ってたんで、で、話しかけて、いや最高でしたっつって、いや最高でしたねっつって、人がいっぱいおったねっつって、ステージから見るとやっぱねすごいんでしょうね多分っていう会話を交わして、あの固い握手を交わして、二十歳の俺は、あそういう思い出がありますね僕のフジロックで。2013年ですね、こちら、はい、2013年初のライブ音源が出ました。すごい大きく出てますね。ザ・レジェンド・オブ・パフォーマンス・オブ・ディセンバー・182012と。ロステージ・アット・クラブ・クアトロ。これ、また大名盤ですね。これはね、もうね、LP ですけど、これ4枚組だったから、確か。すごいっすね、これ。もうライブがすごいバンドだから、もともと。もうベスト版ですね、ほぼね。うん。ベスト版に近い。なんだっけ。ナンバーガールの、札幌思い出品前ヘッド状態の、もうあれもほぼベスト版みたいな感じじゃないですか。あれぐらいの熱量とベスト級の曲が入ってますね。30曲ぐらい入ってたっけな。ちょっと、あんま思い出せないけど。いっぱいゲストの人もいっぱい出てて、あちさん、ウォーズさん、Z のウォーズさんね。根本潤。これも、Z です。はじめ、木下はじめ、はじめちゃんかな、で、こういちと、はい、でゲストの人が、そう、そういえばね、3人になってからね、ゲストがね、すげえ入ってくるんですよ、毎回ライブにもね、めちゃめちゃゲストの人が入ってきて、4人時代の曲とかはゲストを入れてやることが多いですねっていうことなんで、今回も、ゲストを入れて昔の曲も、いっぱいやってますっていう感じです。で、3人の曲、まあ、一応ライブ版なんで、エコーズが出た後なんでエコーズの曲が中心になってますけど、まあ、空気感と汗と、まあなんだろう、汗の匂いみたいなものも全部入ってますねこれ。もう MC もほぼ入ってるから、ね、すごい、もうその濃密なライブ体験ができる一枚です。まあ、特にね、マインドジェイブの時とかね、もうね、ぐちゃぐちゃです。もうゴミさんがね、客席行っちゃうんで、毎回。ほぼ毎回ね。なんで、もう、お客さんの声も拾ってますね。いやーみたいな、あーみたいな曲も拾ってて、すごい臨場感ですね、これね。これはぜひ聴いてほしいですね。まだ買えるかな。多分スロートで出てるから買えると思うんですけど、CD も出てますから。っていうのがありました。でです、次が2014年リリースのギターですね。これがまたすげえアルバムなんですわ。これはね、ちょっとね、本当に外せない一枚です。まあね、これをね出す前に
ぶっちゃけその吉村さんがね亡くなっちゃうんですよね。でそういうのもあって、で制作中だったかな、でロストイジの友達のバンドの方も亡くなってしまうというところでですね、まあ、ほんと死というか、ものすごいなんか死の匂いがするアルバムですね。まあハードコア色はねここでねだいぶ薄れましたね。大人のエモを感じる一枚です。なんだろう、かと思えばいいこととかね、そういうのが入ってて、なんか結構疾走感のある、まあ本当なんか意外とゲットアップキッズみたいだなみたいな曲も入ってたりしますね。アンテナかな、ギターアンテナだったと思うんですけど、これはクリプトシティのセプさん、もう今書いちゃいましたけどセプさんが入ってます。テレビジョンシティをもうちょっとゆっくりにして、それにセプさんのあのまあ、ジャガーのね、ってアーミングしながら弾く奏法が入ってて、祝儀色が強い曲も入ってたりしますね。で、まあ、なんといっても歌詞もね、ものすごい死をテーマにした曲がすごく多いです。ノーエアーって曲、泣き殻を愛して幻を見てるとかね、まあ、そういう感じでね、なんかすごいその死を感じますね、このアルバムは。これが出る前に、ブッチャーズのトリビュートに参加してますね。でそこではジャック・ニコルソンをやってると、ブッチャーズの大名曲のジャック・ニコルソンをやってると、それまたねすげーんですわ、ジャック・ニコルソンも、まあ、原曲の良さをまあ昇華してると。まあブッチャーズの曲ってね、なんか他の人がやるとより歌が聞こえてくるんですよね。なんかで強音だと、ブッチャーズを昇華したというか継承したというか正当に継承したバンドでありますね。ロストエイジはもうライブだとやんないみたいなんですけど、ジャック・ニコルソンを聴く価値がありますね、あのコンビには。それぜひ聴いてほしいです。でその流れでこの最後の曲、グッドラック美しき敗北者たちという曲が入ってます。この曲が完全に吉村さんに対する鎮魂歌となってますね。この曲がすげえんだ、最後後半のギターソロがすごい長いです。でもうすごい泣いてます、ずっとギターがものすごい泣いてる、すごい曲です。これはゴミさん曰く美しき敗北者たちっていうのは、まあバンドだったりまあいろんなもので夢半ばのうちに死んでしまった、人たちということで、美しき敗北者たちと言っているそうですね。大人にもなれず旅人は旅を続ける張り付いた声が虹の終わりを探しに行こうという、はあ、君はもうまた首をかしげている、揺れるギター日々を美しき敗北者たちよ。いやーこれはまた素晴らしい、もう人間参加というか、いなくなった、辞めた、まあ、バンド辞めた人たちというか、死んでしまった人たちというか、もうその人たちを全て、救うというか、全て背負うような鎮魂歌になってます。レクイエムです。これは素晴らしいですね、この曲がすごいです。本当にブッチャーズ、ブッチャーズじゃない、ロストエイジャーで、グッドラック、なぜグッドラックなのかというところなんですけど、これあの当時ね、ライブ見に行ったんですよね。オイストでやった時にジャック・ニコルソンやって、その後にグッドラックやったんですよ。でうわーやべえと、一緒に行った人がね物販でゴミさんに聞いてて、なんでグッドラックなんですかって聞いたら、吉村さんから最後に来たメールの、最後にあった一文がグッドラックだったということで、グッドラックになったという。そうですね、これまた重要なアルバムです。グッドラックも、グッドラックじゃないね、ギターも重要なアルバムです。はい、インドリームスですね。まあインドリームスはねだいぶ歌が聞こえるアルバムですね。まあインドリームスはね、その弾き語りから生まれた曲の要素が強いのかなって思ってますね。ポケットの中でとか、僕のものになれとか、
なんかね、弾き語りっぽいメロディアスなね、メロディアスな曲が多いですね。そんな感じですね。で、まあこのおっぱいジャケット、これはね、ゴミさんの夢だったみたいで、ずっとやりたかったやつみたいで、夢が念願かなったらしいです。これ、まあ、インドリームスがありましたというところで、で、最後一番最新のアルバムです。これは一昨年かな、出たのは、ロステージのハーベストですね。ハーベスト、これがね、またもうここで完全にまた別のバンドになったというところです。ゴミさんはね、もうベース弾いてません。このアルバム、スロートとアコギですね。で、ベースはアイニューテンポちょっと読み方がいまいち怪しいんですけど、アイニューテンポの人がベースを弾いてます。アコギっていうだけあってね、またすごく優しいアルバムですね、これ。ゴミさんはスロートレコーズという、店舗、まあ、中古レコード屋兼事務所レーベルもやってて、でタクトさんは、これからっていう飲食店もやってると。で、岩木さんは、ネバーランドの店長と、E フラットスタジオのね、 E フラットの店長もやってるんで、まあ、忙しいと。で、みんな子供もいますというところでね、夜の練習があんまり、きついなってなってきたという感じで、で、練習がね、朝に変わったそうなんですね。練習の時間、スタジオの時間がね。っていうことで、まあ、それもあって、もう強音は一回やらないと、このアルバムで、なったみたいで。なんで、ものすごいアコギの優しい音と。で、このアルバムはね、結構、それまでタクトさんはね、フガジのね、ギーピチョットの影響でリッケンバッカー使って、ずっと使ってたんですけど、まあ、このジャケにもあるようにね、テレキャスを買ったんですね、ちょっと前に。で、テレキャスをだいぶ使ってるアルバムです。まあ、代表的な人で言うと、まあ、向井さんとかね、あの、ギンギンのギターのイメージが結構あるんですけど、まあ、そこまでギンギンじゃないんですけど、まあ、まあ、粒が立つギターですね、テレキャスターっていうのは。まあ、その粒が立ったような音が鳴ってますと。で、3人でデモを取って、でベースの、堀さんね、堀さんに音源を送って後からベースをつけてもらうという感じで作った1枚だそうです。まあ完全に新境地のものすごく優しいアルバムになってます。ああ、これ人って変わるんだなっていうのがすごい見えるっすね。こう遍歴を通していくと、音の変化、まあもちろん音の変化あるんですけど、人間の心情の変化が、まあ、歌詞を通してもそうだし、ものすごく見えてくるという感じです。ロステージは特に、はい。まあ、ざっとですけど、現在までのロステージを、語ってみました。ちょっと1時間以上撮ってたから喉が死にかけてる。マジできつい。スロートレコーズに行けばゴミさんに会えるし、これからに行けばタクトさんに会えるし、ネバーランド行けば岩木さんいるし、会おうとすれば会える距離感にいるものすごいかっこいいお兄ちゃんみたいなそういうところが魅力ですね。このステージが出たぐらいからかな、3人になったぐらいから親しみやすさと生活をさらけ出すことで、なんか信頼できるバンドの一個になってったかなというのが今持ってるところですね、のステージは。いや、ちょっと多分、まあ、それなりに長い動画になったと思うんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。それじゃあまたお願いします。